5月18日放送の情報番組、羽鳥慎一モーニングショー、テレビ朝日系、にプロ棋士の中村太地王座が出演。ネットでは、あの藤井聡太六段を食うほどの反応を見せた。番組では同日、藤井六段が挑む第31期竜王戦5組ランキング戦準決勝を特集。これに勝てば藤井六段は史上最速、15歳9ヶ月で7段に昇格。中村王座はこの記事全文を読む。